皆さんこんにちは、ガジェット系中学生 YouTuber の Y さんです。本日も動画をご覧いただきありがとうございます。本日はバーバリーブラックレーベルで iPhone のスマホケースを購入してきたのでご紹介したいと思います。最後まで見ていただけたら嬉しいです。それでは開封していきたいと思います。今回はエコバッグも購入したのですが、こちらは今回省いておきたいと思います。そして本日ご紹介する iPhone のケースはこちらになります。バーバリーブラックレーベルから出ています。こちら iPhone 12 Pro のケースとなります。僕は昔 iPhone 8のこのケースを持っていたのですが、革製のケースで1万円ぐらいしたのに、今回こちらの製品は革製品ではないので4400円で購入することができました。めちゃくちゃ安いと思います。結構見た時この値段でびっくりしました。革の製品もいいのですが、革の製品だったら結構時が経つと使えなくなってきたりするので、革じゃない方もいいかなと思います。それでは開封していきます。はい、こんな感じとなっています。結構プラスチック感みたいな素材となっています。ですが全然いい感じの素材かなと思います。まあ、スマホケースにしては4400円は少し高いかなと思いますが、まあ、iFace とかも3000円以上するので、まあ、そういった点に比べたら、まあ、全然妥当なお値段かなとは思います。それでは早速 iPhone を装着していきます。はい、こんな感じとなっています。非常にいい感じだと思います。なんといってもめちゃくちゃ軽く感じます。前につけてた透明のケースがあると思うのですが、それよりも本当に軽く感じます。そして、まあ、結構マットな素材というよりかは、まあ、サラサラしているかなという感じです。そしてバーバリー特有のこの柄、本当に僕は大好きです。マジでこれ好きで、僕はやっぱり赤色が一番大好きです。まあ、ベージュも結構好きです。でちゃんとこんな感じでちゃんと加工もされていまして、綺麗に iPhone をはめることができました。そしてカメラの部分が少し浮き上がっているので、落としてしまったとしてもカメラ割れないかなと思います。しっかり iPhone を保護してくれます。そしてボタンのところもミュートのところのボタンの場所以外は全部保護されていて、こういう感じで押すことができます。触り心地も結構良くて、まあ、側面もいい感じです。まあ、ちょっと暗めの落ち着いた色となっていまして、僕的には非常にブラックレーベルと書いていまして、気に入ったかなと思います。やっぱりブランドものは一回購入すると結構長い間使うことができるので、僕もこちら iPhone 12 いつ買えるか分かりませんが、まあ、使っていけたらいいなと思います。本日は短い動画となりましたが、この辺にしたいと思います。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。これから頑張ってまいりますので、よろしければチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。